内隆平です。コーヒー屋のオーナーをやっています。今日はフットボールシャツをちょっと着たい気分だったので、それに合わせて春らしい格好をちょっとしてみようかなと思ってスタイルを組んでます。このノーカラーのシャツはカダさんからもらったもので、あまり自分がノーカラーのシャツって着たことがなかったので、最近スタイリングに取り入れて着たりしています。このヴィンテージのトッテナムのユニフォームはベーネっていうヴィンテージのサッカーウェアのショップがあって、そちらの方で購入させていただいて、何種類かいっぱい持ってるんですけど、今日はトッテナムを選んで着てきました。自分のやっているカフェの名前がバゲージという名前で、もともとコーヒーだけじゃなくてアートだったりとかファッションだったりとか、そういうものを混ぜて面白いことをやっていこうっていうスタイルで始めたお店なので、お店そのものが自分にとっての旅になってるかなと思います。